はい、どうも、僕は今加藤サイクルに来ております。マウンテンバイクコーナーにエリアにやってきましょう。はい、こちらがマウンテンバイクの著作権にかかるものが流れてるから、ちょっとこっち行きましょうか。はい、こんな感じで各メーカーが、コーナー、キャノンデール、そしてトレック、非常にお値打ちな値段で販売されてます。まあ、これは実際に加藤サイクルに来ていただいてご確認いただければなと思います。でこちらの奥にはですね、シクロクロス、クロスバイクがあります。ちょっと見てみましょうか。その中でもね、こんな感じですね。シクロクロス、そして黒森のロードバイクがずらりと並んでます。このようにね。今日はですね、その加藤サイクルの中でも少し気になったクロスバイクがありましたので、ちょっとご紹介したいと思います。それがこちらです。好調ムービー、 S-WORKS のルーベディスクモデルですね。はい、こちらがすごく気になったの でこちらはですね、DI-2 搭載しております。ジュラエースの DI-2 を搭載しております。ちょっと僕の中で非常に心を動かした、ちょっと皆さんに紹介したいと思います。ちなみにこちらのお値段めちゃくちゃ安くなっております。次ロードバイクを買うとしたら、こういったディスクタイプのロードバイクを購入したいと思ってるんですが、まあ、その中でもこの S-WORKS のこちらのルーベ非常に気になりました。加藤サイクルの一押しの1台がこちらの S-WORKS のデュラエースの DI-2 搭載 S-WORKS のルーベを紹介しました。めちゃくちゃお値打ちだと思います。少しこのエリアの中で気に入った、少し気になったクロスバイクがありましたので、ちょっとご紹介したいと思います。はい、サーベロの C3 ですね。非常に気になりました。というのもですね、こちら C3 のシマの105のコンポーネントのパターンとスラムのフォース1コンポーネントが選べるみたいです。でもちろんディスクブレーキシステム、そしてコンポーネントがシマノの105もしくはスラムのフォース1と選べるそうです。でこの価格差なんですけども、まあ、大体約20万円の価格差となってます。でホイールもマビックのホイールが装着されていると。これのね、スラムフォース1の仕様で僕は欲しいかなと思うんですけども、まあ、その他もですね、アルテグラの DI-2 仕様も可能です。で6800のアルテグラフレームだけの単体の購入もできるみたいです。クランクだけがローターのクランクですかね。はい、ローターのクランク、そしてチェーンリングが装着されています。でコンポーネントは105のコンポーネントですね。でロングゲージ、おそらく 32T のスプロケットが装着されています。もう今画像に映っているのはその仕様ですね。その他にもコンポーネントが自由に変えられるというクロスバイクを紹介しました。こちらのサーベロ C3 を紹介してみました。はい、どうも。気になったロードバイク、続いてこれが S-WORKS のターマック SL6 SL6、 すごくシンプルで洗練されたデザインです。フレームはマットブラックの、今流行りのマットブラック塗装で、ダウンチューブには白いロゴで S-WORKS と。でちなみにこの仕様はですね、ディラエースの DI-2 搭載されています。ヒルクライム、そしてエンデューロ、ロングライドと、すべてのフィールドに適したフレーム、 S-WORKS のターマック SL6 です。こちらがなんと、ちょっと僕ねびっくりしたんですけども、非常にお値打ちで購入できます。こういったシンプルな形状、そしてこのホイールですね、ホイールもロバールのホイールですね。こちら 50mm のディープホイールとなっています。でコンポーネントはすべてデュラエースの電動コンポーネントが装着されています。で全体的にフレームはマットブラックですね。黒で統一されたロードバイクとなっています。もちろんヒルクライムもそうですし、こちらのシートチューブを見ていただければ高速巡航も可能と。
オールラウンドのフレームとなっております。 S-WORKS のタマク SL6 をご紹介しました。はい、続きまして僕の大好きなメーカーです。こちらのメーカーすごくお値打ちだったので紹介していきたいと思います。すいません、こちらです。 R2 ですね。こちらが完成車で非常にお値打ちとなって販売されていたので気になったので撮影してみたいと思います。コンポーネントはゴッサマですね。でブレーキも FSA でリアディレイラーは105という組み合わせですね。でその他こう細かいパーツなんですが、まあ、3T のステム、そしてエルゴノバのハンドル、この辺はね結構高級パーツを使われています。でこちら FSA の SLK というシートポストを使っています。ホイールはシマノの RS ですね。はい、シマノの RS です。非常にお値打ちな値段で、まあ、在庫処分という形なんですが非常にお値打ちな値段で販売されていると。人気メーカーサーベロの R2、 これがなんとびっくり価格です。以上でございます。さあ僕の気になった、はい、地元愛知県での人気ショップ加藤サイクルの超お値打ちロードバイクを紹介しました。よかったらまた次の動画もご覧ください。コチョムービーでした。それでは皆さん、バイバカ。レバー下、右斜め下、右と同時にパンチボタン。レバー下、右斜め下、右と同時にパンチボタン。レバー下、右斜め下、右と。